俺ランチパック買ったんだよ。ランチパック場所あるかな、目の前犯人はたこ焼きを食べたことがあるランチパック買ったんだけど、なんかポケットランチだったんだよね。でもポケットランチだったんだけども、ここに偽物やラケットポンチあやめゴーリキがいるんだよね。あやめちゃんがいるんだよ。偽物キティ。いや違う違う、だってあやめちゃんいるよここに。バチモンやないか。いや違うって。だからブルーベリーそれうまいのここにだってあやめちゃんいるんだから、ゴーリかあやめちゃんが。これはランチパックですよ。ちょっとパッケージにミスがあった。ゴーリキー、つまりこれはパッケージにミスがあっただけですね。これ目を覚まして山焼きパンに通報しましたこれはランチパックです。これ大阪にはないぞそれない新高山だったか。噛まれた時のためのアスピナボン。違った、アスピナ、アスピブナン買いました。アスピブナン買いました。これでね、ある程度の何かに噛まれてもね。何それ。ポイズンリムーバー。ある程度はある程度、ある程度は大丈夫。試してみで試してみよう。スポイとか知れてよかった。これがあれば、まあある程度は、場所により部位によっては大丈夫と部位によってねポイズンリムーバー。アスピブナン、これ那覇市、那覇市じゃない、沖縄県も推奨しているものですね。そんなのあるんだ、うん、沖縄県推奨品。あの県のホームページに書いてあったもん。使ったことある。うん、一応練習はした。ただみかん稼ぎだから病院には行かないとダメだけどね極力使いたくはないですね。これは背中のね、スズメバチ用もあるよ。これでガラクーが食べても大丈夫。そうだね、スズメバチにも大丈夫。サソリも OK だよ。背中のポケットに入れようね。こっち行くよ。はい、また来ました塩屋湾今日のフィールドは塩屋湾。もう前も言ったんだけどさ、ダイワの TWS これね、すげえ便利。何が便利かって、おじさんいるかな今日。おじさんいない今日何が便利かっていうと、 LINE を通すのがすごい楽なのこれ神機能ですわT ウィングシステムっていうの。もうねえ、目の悪いおじさんでもそう、 LINE を通すのが簡単。ガイドに通すより楽だからねこれじゃあ今日も同じようにフェイキードッグで行きましょう。もうずっとフェイキードッグはいいね、扱いやすいやとっても。重量もちょうどいいしね。あ、来てた来てた、逃げろ逃げろ。あ、なんかいる、ヒラジカ。あれよ、あとはトップでタコ釣れば深海。タコ、タコは厳しいんじゃないか。ああミスバーイとしてった。もう一回来い。秋田県より滋賀の方が長い。うわ飛んできた、いかん、ウッキングしすぎた、すまん、ウッキングしすぎて飛んできた。あーちょっとスレになっちゃったな。メッキバーは10年距離、メッキ利きでした。でかいちょっと待ってね、スレになっちゃった。あ、これはあれですよ、霞、霞じゃない、霞味の子供。あ、来たー、 BT が。ほら30センチはあるほら琉球ビル、ツッキング強すぎて飛ぶとかひどいやせ、チヌかと思ったんだもん。ほらこの青いラインがあるじゃん。あ、どっちか、どうだな、どこ天気やったー、おじさんの矢を見つけたって。多分霞、うまいの。うん、シガテラ持ってる。こんな小さいと紫薄いからね、うん、綺麗やな。ちょっと写真撮らせてもらうよ。ビ
る。まあ、いっか。両手をなさい。写真はいいや。そのままむさぶりついて。じゃあ逃がしまーす。ビンガメアニより美味しそう。泣く。よし。ほい。あ、大丈夫か君。大丈夫、いたいたいた、よかった。泣いてる。クックックックって、ね、いやちょっと、あでも久々にメッキ釣れたけどよかった。泣いてるだけじゃなかったんだ。いやよかった、あそこの杭にいましたね、メッキでした。ごめん、俺チルかと思って結構強めにフッキングしちゃった。そしたらこれでまた援護考えなきゃな。 Yes, good! Good fish!Yes! Yes, good fish! あ、来た。あ、バレた。バレたというか、今の、今の下手くそな食い方は、あいつじゃないか。ゆっくりやろ。あの牙が鋭い、あいつではないか。あの飛び方、食い方。横から口を広げて、パーンと来る感じ。一応大きい平アジが来ていいようにドラグはちょっと緩めにしてます。ベイトといえどもね、あの最初のそのファーストランがすごいから簡単に切られちゃうんだよね、そこだけは。よいしょ。まあリーフでやるときはガチ締めだけどさ。こういったね、あの走られても問題がないところでは、なんかやってる。おーいおーい、そこじゃない、俺のに来い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 。なぜなのだ。フェネック違うのだ。でも今のもバラクーダっぽかったな。チルって感じじゃなかったよ。いろんな鳴き声が聞こえる。うん。大体セミ。このトップウォーターはこの信じる心が大事ですからね。投げてて楽しい。でも信じれるかどうかって。あ、潮目がちょっと近くなってきたからこっちで投げよう。あ、来てる。うわー、来た来た。あ、チルじゃない。あ、違うかも、チルじゃないかも。バラクーちゃんか、誰だ。あ、ヒラアジだ。ヒラアジでした。やったー。はい、いらっしゃ、しゃい。あ、さっき少し大きくなったブルーフィントレバリー。ああ。いや、それじゃない、今度は。あ、出た出た出た。ああ、外れちゃった。めっちゃ。ちょっと待ってね。口とテールの両方にかかってた。ちょっと。ちょっと待って、ちょっと。先に、これから外しちゃえ。はい。こっちが綺麗かな。はい、ブルーフィンとレバリー。いや、これは違う、GT じゃないから。まあ、GT っちゃ GT だけど。ブルーフィンとレバリーさん。メッキ。よいしょ、ここに青いラインがあるじゃん。さっきと何か。そうそう、さっきと同じ。ちょっと大きくなったけど。この色。で見ると綺麗だよね。ね。これが大きくなるともっともっとね、まあ1メートルくらいになるんだけど青みが出るんですよ。でもこいつシガテラ持ってるから基本的には食べちゃダメ。じゃあ逃がしてあげます。ごめんね、遅くなっちゃった。ほい、ありがとう。なんか釣れそう感はあるんだけどな、全然釣れないね。ここもね、あのチヌさんがご飯するところ。あ、何？ちょっと俺が動いたらベイトが逃げるんだが。それだけ魚はいないってこと？まあ旅行で沖縄に来ました、そのリーフで釣りしたいんですとかさ、沖縄らしい釣りをしたいんですっていう風に普通釣り人って来るじゃん。ちょっとブログだとかさ、いろいろ読んでも地元の釣り具屋さんに聞きに行くじゃん。どこで釣りしたらいいですかって。そうですね、那覇港とかアジャ川とかどうですかとか、多分そんな感じになると思う。ひじゃ川とか、いやそんなん都市河川やんって。釣れるのチヌやんって。いや、あの沖縄らしい釣りしたいんですけど、ってなると思う。
そうですね、じゃあ船に乗りましょうジギングだという話だったらまだね、あのすっごい上手に喋ると思うけど、ルアーの店員さんが少ないのは確かだよ。わかるわそれ。うん、これね、多分あの沖縄の人はみんな思うはずだよ。店長見てるか、店長見てるかあのルアーをやってたとしても、あの都市河川しかやってないだとかさ、こういったウェーリング、リーフゲーム、ジーソー、そういうのをちゃんとやってる人っていうのはね、ほとんどいないと思う。 いる店にはいると思うけど、チェーン店の中でもあの1人とか2人しかいなくて、あの店員としてはその常駐してないっていうのかな、常にいない感じだと思う。でもいるからね、ちゃんといるからこいつすげえっていうのはいるんだけど、なかなかそういった情報がね共有されてない。ちゃんと季節とかな、その何センチの潮とかも書いてあげたいんだけどな、そこまではちょっと調べきれてないからな。最干潮7センチであればエッジに立てるよとかさ、そこまではちょっとねやりきれてないけどさ。あとね、こういったねバス釣りタックルじゃないけどさ、まあ、シーバスとロットとベイトリールでも楽しめるよっていうのもね見せれればと思って今こういったの使ってるけどさ、僕の肘にも優しいしね。